グラーツはオーストリアの人口第二の都市でシュタヤーマルク州の州都。人口は約25万人。軍に属さない検証都市であるが、グラーツウム無ブング軍の軍長が置かれている。1999年に町の中心部がグラーツ市歴史地区として世界遺産に登録された。2003年の欧州文化史とムール川沿いに位置する大学都市。 多くの学生、研究者が居住する。自動車産業が盛んで、郊外には大規模な自動車部品工場が軒を連ねている。約60キロ南に、スロベニアのマリボル150キロ北東にウィーンが位置している。グラーツ、ゲオルク・マテウス・ビシャー古代ローマ帝国の時代に、設けられた砦が、グラーツの起源であり、町の語源はスラブ語で、 砦を意味するグラデツから来ている。13世紀に都市特権を得た。中世後期よりハプスブルク家の支配下に置かれ、フェルディナント2世など何人かの歴代皇帝がこの地で生まれた。1586年、グラーツ大学が創設され、同大学でヨハネス・ケプラーなど様々な学者が教壇に立った。十九世紀以降、交通網の発展や工業化に伴って、 急速に発展し、現在のオーストリア領内において、第二の規模を誇る都市へと成長した。第二次世界大戦では、街の一部が破壊された。市内にはいくつもの美術館、博物館が点在する。中でも郊外に位置する、エッケンベルク城は、州立博物館、アルテギャラリーとして公開され、ビサンティン美術から19世紀絵画までを取り揃えている。2007年には、 江戸時代に描かれた日本の屏風絵も発見され、特に豊臣時代の大阪図屏風は、これまで豊臣時代の大阪を描写した絵画資料が少なかったため、貴重なものである。エッケンベルク城は2010年に世界遺産に拡大登録された。その他現代美術を展示する州立博物館ノイエギャラリーやクンストハウス武器古博物館が有名である。 州立博物館と州立専門大学は、ヨハン大公にちなみ、ヨアネウムと名付けられている。ヨーロッパ有数の大学都市でもあり、グラーツ大学をはじめ工科大学、医科大学、芸術大学、教育大学等を合わせて4万人以上の大学生が学んでいる。これらの大学は密接に交流を行っており、語学プログラムやスポーツプログラムは完全に一体化している。 クンストハウスを望む街並みクンストハウスエッケンベルク城1999年に歴史地区のみが登録され2010年にエッケンベルク城が拡大登録されるとともに登録名称も変更された。ありがとうございます。